記事単位で帰りますと試合の途中で帰宅、はい、ちょっと肘が悪かったこともあったんですけれども痛いので治療行きますとということでもう試合途中だろうが行きたいと思ったら行く試合途中はすごいよな本物のジャイアンは最後までちゃんと試合しますからね熱くねそうでその他にもベンチに下がるタイミングも自分で決めれる、うん、これ本当は決められないんですもちろんもう監督に行けと言われたら行くしもう下がれと言われたら下がるしかない、うん、っていうのが当たり前の世界なんですけど僕はもう打者一巡でいいですって言ったら打者一巡投げたら交代できてすげーで1試合目そんなことだからもうそれを超える実力としか言いようがないんだろうね確かに気分を害したり、まあ、本人が自己申告で怪我が悪くなったらもう部が持たないからってことなんでしょうね、はい、じゃあもうジャイアン化を止めてくれる人はいなかったんですかいなかったです